花尾義郎の音楽魂。はい、こんにちは、金尾義郎です。一週間ご無沙汰しております。今日はゲストがいらっしゃらないということでですね、はい、金尾義郎の音楽魂金玉と言いますけどもね、滑舌よくいきましょう。おなじみ高橋誠さん、こんにちは。どうもこんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、どうですか、連日ライブで。もう楽しいですね。ああ、そうですか。すごいよね、ね。今日もね、この後は二俣川のサムデーで、ペンギン。今日はペンギンですね、はい。ペンギンの日ということになっておりますけどもですね。二俣川サムデーということでね。はい、今日何時ぐらいから ?8 時ぐらいから。今日8時ぐらいですかね。ああ、そうですか。ペンギンのライブっていうのは結構、月に言うとどれぐらいあるんですか。月3ぐらいから2から3ぐらいはやってますね。なるほどね。いろんな方とね、誠さんもやられてね、僕ともそうなんですけど、バンドでやるっていうのは結構大変ですかね。いや、そうでもない。ほら、機材のこととかっていう、あんまり俺、その辺気にしてないんで。ということでね、高橋誠さんでございます。はい、松下としみさん、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。どうですか、具合、調子は。具合、具合、調子、大丈夫です。大丈夫ですか。大丈夫ですよ。はいはいはい。元気でも。今日も元気でね。絶好調って言ってればね、絶好調になっちゃう。絶好調。そうそう。そういうふうに言ってればね。最近ね、僕ね、カミツキガメって言われるんだよ。何それ。カミツキガメってなんか。カミツキガメ。カミツキガメ。ガメ。カメ。スポン。スポンとは違うよね。噛みつくんだよ。噛みつくガメ。そういう、何でも噛みつくらしいんだよ。いいかもしれない。なんか大量発生 してんの。いやー。何それ。あ、外来種。外来種。外来種。多分。噛みつきガメって。何でも噛みつくなって。最近。いいね。いろんなとこに噛みついてる。噛みつきガメの金尾義郎でございますがですね。噛みつきね。ポール・マカートに行ってきましたよ。ねえ、すごいね。すごいじゃん。よかったね。武道館。急遽ね。いや、急遽ね、ちょっとお誘いありましてですね。はいはい。ね、本当に、まあ、ビートルズが来日した時って僕らはまだ、中学校ぐらいでしたかね。だから、まして僕。小学校かな。高学年か中学校ぐらいですね。だから、僕のね、友達もね、来日を見に行った人も何人かいるんですけど。うちの姉は行きましたね。そうですよね。ちょうど僕らより2個ぐらい上。3つ上。3つか。それぐらいの世代の方っていうのは結構、武道館に行ったっていうね、方多いんですけど、僕はだからもう、ポール最後のビートルズをね、この間見てきましたけどもですね、ちょっと離れた場所でしたけど、やっぱり感動しましたね。だって、僕ね、嫌いなのは、ステージ中に水飲む人って嫌いなのよ。俺も本当に熱があるぐらいの時しか飲まないんだけど、基本的に飲まないんですよ。でも、ポールはね、水飲んでなかったもんね。いや、そこ。いや、そこっていうかね、水飲まずに、しかも、31曲だよ。31曲。水飲まずに。素晴らしい。素晴らしいですよ。それでも、水をちょこ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 最近の、いや、僕らの時はほら、スポーツやってても、今考えると良くないことかもしれないけども、その水分を我慢するっていうね。喉の渇きを我慢するのにね、僕慣れちゃってて。でもそんな水飲む必要ないと思うよ、俺は。ね。まこちゃんもそうでしょ?まこさんもそう。俺もほとんど飲まない。そう、だから水をね、本当は僕、酒とかガンガン飲むんで。酒で OK じゃん。いや、水飲まなきゃいけないのよ。だから水飲むより最近努力してます。あ、そう。血液がね、もうドロドロになってますから。いいじゃん、ドロドロ。いやいやいや。何がいけないの?最近ね、玉ねぎ食べたりね、水飲んだりしてんのよ。そんなこと気にしてんだ。気にしてんだよ、噛みつき亀が。すげえ。時代は変わったね。気にしてるっていうか、ちょっとね、もう全然気にしなかったから、
あの少しはね、うん、なんかね、うん、だんだんね、あのあちこち肩が来ますんでね。肩が来た紙付き画面かなうね。はい、ということでね、何言ってるか分かんない。ファックスご紹介しましょうか。早速ですね、ちょっと、眼鏡をしましょうか。カナオさん、マコトさん、はい、松下さん、山田さん、はい、こんにちは。こんにちは。春うららかな金曜日であります。こんな日は日の当たる坂道を、ね、あ、若者らしくすがすがしくよろしくお願いいたします。若者らしくね、佐藤さんですね。お、今日2万円入りましたよ。お、すごいじゃん。すごい、2万円あったらもう世界旅行できるよね。海外行けるよね。あ、行ける行ける。最近2万円ぐらい、最近安いもんね、飛行機ね。行ける行ける、全然行ける。香港3日間19,300円ね。あ、そうなの。そうそう、一番安いのでね。安い、九州よりも安いっていうことはどういうことなのね。国内旅行の方が高いぐらいだよね。国内旅行もっと安くしないとダメだよね、うん、これ。でも安いのもあるよ、国内でも、うん、飛行機早く取れば。神戸1年ぐらい前に取っとかなきゃ。いえいえ、俺2週間ぐらい前で神戸6000円とか。ええ飛行機、それどこの飛行機。本当止まらないじゃいけないんだ。いや、行っちゃいけない。ちゃんと飛ぶ飛行機なんだ。ちゃんと飛んだよ。そういうのがどんどん増えてくるといいよね。だから九州とか北海道とかさ、ちょっと高いからさ、うん、なかなか戻るっつっても、うん、まあ昔に比べたらね、うん、安い便が、行けるようになったね、ホテル付きのパックとかでね、うん、行けるようになりましたけどもですね。うんうん、ということでね、チャーリー佐藤さんから来ております。日の当たる坂道です。チャーリー佐藤さん好きだよね。ね。ね。うん、じゃあちょっとやめて他の曲聞きますか。松下さん何か来てますでしょうか。あとでやりますか。ちょっと、はい、あ、じゃあ後にしますか。はい、なんかやります。なんかやる。じゃあ先にファックス読みましょうよ。読みますか。うん、金尾さん、誠さん、としみさん、スタッフの皆様、キキさん、こんにちは。こんにちは。キキさんね。キキさんね。世の中、いよいよ。キキさん、明日誕生日。あ、誕生日。おめでとうございます。おめでとうございます。キキさんはね、いつも裏方で、その、映像を撮っていただいてますけどもですね、はい、おいくつにっては聞きません。いや、ね、聞かないよ。聞いたらもう今、急に、映像止まるからね。ね、でもね、本当におめでとうございますね。僕ね、今日持ってきたのワイン。ああ、ワイン。いいね。ワインをね、あのね、幸せのワインっていうのがある。あのね、幸せのブレスレットがちょっとおまけについてるようなワイン。うん、あ、そうなんだ。そう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 。ちょっと可愛かったからさ。うんうん、あのね、うん。そうか、じゃあ俺ドーナツあげよう。ドーナツ。幸せのドーナツ。幸せのドーナツ。本当にね、なんか無事に1年過ごしたっていうかね、過ごせたっていうかね、うんうん、それがなんか最近嬉しいよね。目が覚めたらね、うん、なんか俺ちょっと嬉しかったりするんだよね。前はね、痛みで目が覚めてたのよ。あ、そう。痛くない時はなかったから、1日もずっと何年も。そうなんだ。うん、でそう、痛いのにあーとか言いながら起きてんだから。あー、痛いから起きてる。ということでね、じゃあ。まだ途中までなんだけど。あ、ごめんなさい。あ、失礼しました。どうします？その話聞いてないね、噛みつき亀。噛みつき亀、どうします？言ってください。言ってください。言ってます。すいません。もう、どっからでしたっけ。世の中、いよいよ、ゴールデンウィーク、突入ですね。観光地は激混みですよ。私は無縁ですけど。ご参加お休みあるのかな？今日はゲストなす。なしということで、うん、お話、歌と、はい、思う存分はっちゃけてください。はい、お題は恐怖体験とかありますか？あ、不思議な出来事ですかね。お題は最近来るね。リクエストはすべて聞きたいのでお任せいたします。今後のライブ情報もお願いいたします。はい、またライブでお会いできる日を楽しみに毎日頑張っていきます。感謝の気持ちでいっぱいな清水佳代子さんです。はい、清水佳代子さん、その間ね、ありがとうございました。ありがとうございます。ライブにもね、はい、会えましたけどもです ね、うん、元気でした ね、 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 元気でしたね。思ったよりもね、会えるとね、すごくいいですよね。よかった、本当にね、本当によかった。うん、まあちょっと大変だったけどね、まだまだね、痛みがあったりする。あ、そうなんだね。あばらってやっぱりなかなか治りにくいんだよね。ああ、かもしれない。俺も一回折ったことある。本当？俺さ、うん、1年に3回折りましたよね。折りすぎじゃない？そうそう、折りすぎだって。で、2回目の時にね、噛みつきが、噛みつきが、噛みつきが、そんな嬉しそうな顔しなくていいじゃん。なんかそれいいね。あれ、噛みつきが好きだね。あばらね、あばら、もう、でもあばら本当、だからどうしようもないんだよね、もうただ。そう、固定するしかないんで、固定するしかないの。自然にまあ、くっついたりね、するんだけども、
俺2回目の時ね、まだ前がくっついてらませんよって言われちゃったんでね、そうもうプロレスラー並みだね。そう、あのね、骨が弱いとか。坂道をね、もうぶっ飛ばしてたから、俺。あ、そう。うん、自転車で。自転車で転んだんだ。そういうこともありましたけどね、あの、ダイハードって言われて、横浜の。山本町のダイハードって言ったら俺の。わけわかんないこと言ってる。じゃあ、チャーリーさんのリクエストに答えしましょう。やりますか。日の当たり坂道行きますか。日の当たり坂道。日の当たり坂道行きましょうか。行きますか。
はい、ということで、チャーリー佐藤さんのリクエストにお答えしました日の当たる坂道ね、外もね、あの拍手が沸き起こりましたけどもですね、はい、というねことなんですけども、うん、さてそのペンギンのですね、はい、あの新しい音源が今日そうなんです出来上がりましたけどもですね、はい、どうしましょう、それ聞いてみましょうか。いいですか、聞いてもらって。これはあれですか、あの、うん、今回何曲、今回2曲あの撮らせてもらいました。あの、はいはいはい、一心のね、あの柳沢君が渋谷にオープンしたんですよ、まあ、ワンハートミュージックスタジオっていうのも。あ、はいはいはい、うん、渋谷のね、そこをね、うん、前からあの俺の誕生日に使っていいですよって言われてて、うんうんうん、じゃあ使わせてもらいますっていうことで今回誕生日に誕生日にプレゼント、俺も誕生日の時使わせてもらおうか言っとけばあの渋谷のどこら辺、渋谷のね、うん、あの郵便局わかります、わかる、宮益坂の、うん、あ宮益坂、はい、登って、はいはい、左に入ったとこ、郵便局ね、うん、左に入った、うん、ほうほうほう、どれぐらいブースがあるんですか。ブースはね、あの一つなんですけど、うん、あとはあのちっちゃい部屋も一つあるのかな、うんうん、大きい部屋と、あとはだからあのギターとか、はいはい、アンプを別撮りできるような形で、あとボーカルブースもあるのかな、はいはい、あ、じゃあ、 あのリハーサルスタジオもできるし、録音もできるの、録音もできるっていうところ、あ、すごいですね、いいところでしたよ。へえ、うん、渋谷のでもど真ん中でやるって大変だろうね。まあね、ねえ、うん、そうかそうか、うん、そういうところでですね、はい、そういうご縁がありましたということで、はい、それで PV もね、そう見たよ、あ、プロモーションビデオね、かっこいいね、かっこいいかっこいい、俺も見たんだよ、ありがとう、つい、いや、つい口が滑った、いや見てないようなふりして、あ、うわーとか言う、ちょ、もうあの話を展開しようかなとか思うとすぐ噛みつきが、噛みつきが口が滑るよね、そうですね、かっこいいよね、あれ ね、すごいよね、うん、あれも、なんだろう、あの石田、この前ほら石田くんティップっていう会社をやってて、その石田さんって、石田さんって俺歌ったじゃん、あ、はい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 、はい、オリジナルね、もう彼つながりで、で彼もあのワンハートスタジオであの PV 撮ってるんですけど、その時撮ってくれた相馬さんっていう方が、うん、ああそうなんだ、石田さんつながりでやってくれて、へえ、ね、素晴らしいじゃないですか、ね、皆さんのおかげでねえそうか、僕プロモーションビデオ作ったことないからね、あ、そう、あ、昔なんかあったシングルの時なんか、うん、モノクロのプロモーションみたいだった、ね、あ、そうなんだ、うん、それはね、だからもうあの世の中には出てないかもしれない、うん、あの YouTube とかあるじゃん、うん、ああいうのは出てないかもしれないけど確かあったね、あ、そう、うん、ビデオテープで持ってたけどね、ビデオテープのカセットテープ時代だからね、でも俺も撮ったことないよ、うん、そういえばそういうのはプロモーションビデオでしょ、ね、僕もね、なんか撮ってみたい、もうでも今逆にいいかもね、うん、若い頃だとなんかうずもれちゃうからね、うずもれ、うん、いやほら結構みんなバーってこう、あ、うん、そうだね、だから、うん、ある程度ね年齢がいってからの方がいい、うん、それもプロモーションビデオもね楽しみですが、音源はじゃあ、はい、何を聞きましょうかね。音源ね、まずこれはそのコウキ君と共作をして、彼が作詞をして私、うん、俺があの曲を作ってやって、前を向いて歩こうっていう、前を向いて歩こう、2曲目ですね、じゃあそれ、聞いてみましょうか、はい、お願いします。幸せな気分、何が
はい、ということで、今 E が入ったね、松井さんの、そうだからあのねすごく迫力があるというか、うん、低音域がすごいよね、いいですよ ね、まあ、もちろんね皆さんあのテクニシャンはね、うん、あの別のね大浜さんも素晴らしいんだけども、うん、なんか低音域が割と、うん、あの80年代から始まって割とこうドンシャリの音が多かったじゃん、はいはい、ね、うん、でもこういう低音域がボーンと出てくるやつっていうのはなんかグループ感があるし、なんかドンカマ使ってないらしい、使ってない、もうだ逆にほとんどライブですよ、スタジオライブを、うん、逆にねそういう、うん、あのドライブ感が出るっていうかね、うんうん、あの素晴らしいあの骨太の感じになっておりますけども、はい、前を向いて歩こうペンギンでしたとですね、これまだあれでしょ、あの発売するっていうか売りに出すっていうわけではない、うん、それは全然考えてないですね、今は。なるほどね、うん、ただまあ、まあ、あの今2枚目を、うんうん、ペンギンのね2枚目を作ろうと思ってるんですけど、うん、その中には入れようと思ってますけど、なるほどね、これを単体でなんか、うん、売るっていうことは、うんうんうん、まあ、考えてない、だから、うん、まあ、 あの自分であのねうちで焼いてほしい人には分けようかなと思ってますけど、太っ腹、うん、おー、うん、欲しい人には分ける、うん、それが欲しい人いっぱいたくさん出てくるんじゃない、欲しい人は私に言ってくれる、はい、CD 焼いて外でも、だからみんな欲しい人が あげるとか言ったらみんなダメなんだよ、うん、ちゃんと売ろうよ、あそう、ね、うん、CD のメディア代は150円ぐらいは、でも素晴らしい、でも売らないって言われると欲しくなるよね、そういう、ね、ことですよね、うん、まあ、でも YouTube で、ね、もう見れるま、うん、見えますから、あ今、うん、ね、みんなタダで何でも済まそうと思ってね、大間違いだよね、大間違い本当だよ、タダで、ね、うん、だってさライブにやっぱ足運ばないと、うん、もうライブには来てほしい ね、 ね、うん、ライブでしか来てない、ライブにやっぱ来たりとか、もう生は全然違いますから、全然違いますよ、全然、うん、全然、うん、ポール・マッカートニーも全然違ってたから、ね、そうだよね、本当にやっぱりね臨場感が違う、っていうかね、俺なんかもう、うん、あの感動して、あのビートルズがそこにいると思ったら噛みつかなかった、いやビートルズには噛みつかないの、いくら噛みつき紙でも噛みつかないもん、だって歯全部折れるもん何の話してんだ、ということでね、今日松下とちみさんなんか言ってみますか、いやいや、うん、え、もう、うん、なんかやりましょうよ、あのお便りはいいですか、お便り後でご紹介しましょう、はい、うん、松下さんのどうこれね、うん、今日私あのよくね、うん、あの誰のファンですかとか言って私もあんまり言ってなかったかもしれないけど、うん、
橋真理子さんの歌って昔から結構好きで、おお、そうなんだ、大好きだったんですけどね、はいはいはい、昔ね、うん、はいはい、でその中でも、サンクスっていうね、ちょっと多分古い歌だと思うんですけどね、ほうほうほう、この歌をちょっとややこしいかもしれないですけど、誠さんと頑張ります、吉郎さんに、吉郎さんに、わかんないかもしれない、カナオさん、俺にそのプレッシャーかけてちょっとバラードもなんですけど、ちょっといいですかね、歌わせていただいて、大好きなんです、いきますか、はい、やりましょう。旅立ちの汽車が来る、街を出る時らは、あなたはコートを手に、傷ついたスターみたいだわ、がむしゃらな生き方は、これサンクスっていう歌なんだ、サンクスっていうね、だいぶ古い歌ですけどね、うんうん、これが大好きで、やっぱコンビニあたりでかかるの、
コンビニ？サンクス。あ、わからなかった。ごめんなさい。マジか。マジそんな風に神様が。お前は。そうか。いつもありますね。ファミリーマートでも時々。あれね。でもかなり前ですよね。あ、そんな前なんだ。僕はあんまり、高橋真理子さん存じ上げない。サンクスができる前ですよ、もちろん。だってね、だいたいほら、そんな前なの？記者とかっていう言葉ってもう今出ないでしょ、あんまり。あ、言葉が、ね。市から、歴史っていうかなんか。それはそうかもね、うん。旅立ちの記者とかってあんまり言わないでしょ、今。でも、なんか、そういう古い言葉だけども、これはなんか。それってほっとせるよね。そうだね、今記者とか予期者とかね、そうそうそう、ね、雨はふるふる線路は線路の向こう、あ、記者はゆくゆく線路の向こうみたいなね、うん、記者ってなんかあんまり使わない、ね、電車そうそう、だからそういうところでちょっとララバイっていう言葉もちょっと今一時流行ったかもしれないけど、ああ昔流行ったね、ちょっと、うん、懐かしいかなっていう感じはしますよね、うん、ありがとうございました。すいませんね、なんか分かりづらい。ごめん、僕ディミニッシュってコードあんまり知らない飛ばしちゃった、あ、ディミニッシュ入ってんだみたいな本当に噛みつく俺にはね、間違えるよね、噛みつきが。ディミニッシュデミニッシュ、デミニッシュ、ということでね、あれ山田さんどこ行っちゃった？うん、本当ちょっと行っちゃった。行っちゃったか、どこ行ったらしい？時かけらんない。あ、来た。あ、いましたか。いえ、よろしくお願いいたします。山田さん一人でね、やっぱりずっとやられてるから大変だよね。そうですよね。だからもう本当になかなかね、ね。もうまるっきり一人でね、年中無休で、そうそうそう、もう本当に僕のわがまま聞いていただいてですね、こんなに8年も9年もねやらせていただいて、ね、そんな噛みついてばっかりいるわけじゃないですけどもね、穏やかにやっぱりなんかにこやかに暮らしていきたいような毎日です。もうやっぱりマキさんとかと出会ってね、本当に僕はなんかこう助かっておりますけどもですね、いつもなんかにこやかなね、元気なね、あ、ファックス来てますでしょうか、行きましょうか、メール、はい、メールですか、はい、ミキさんから、博多のミキさん、はい、ありがとうございます。金沢誠さん、としみさん、山田ディレクター、こんにちは。はい、こんにちは。今日は春らしい天気になりそうですけど、なんだか最近は四季のうち、春と秋がどんどん短くなってる気がして少し寂しい気持ちになりますね。そうだね、確かに。そういえばね、そういえばそうだね、そうそう、着る服も T シャツと革ジャンだけでいいかも。だからね、買い物がいらないね、あれが少ないのよ。喜怒哀楽じゃない。好き。なんだよ。春夏秋冬。そうそうそう。春夏秋冬がね、本当のね、それがね、なんかね、ちょっと違ってきましたね。違ってきましたよね。でもそれもいいですね。先週のこてっちゃんの出演は本当に楽しかったですね。こてっちゃんね。こてっちゃん。個人的にも多分音源の動画の再生回数はベスト3に入るぐらいでニコニコしながら何度も聞いてます。誠さんのあのアレンジもむちゃかっこよかったし、ありがとう。かなさんの歌とこてっちゃんのハーモニカの絡みも夢が現実になった喜びがありましたね。なるほどね。さて今日初めてね、僕もこてっちゃんとね、一緒にコラボ、こてさんも初めてでしたっけ、コラボやらせてもらいました。ハーモニカやっぱうまいね。かっこいいね。ね、あの人は本当にね。さて今日は金玉、多分なかなか全国でも珍しい、はい、金尾義郎の音楽魂ならではのこう、コーナーもなく、1時間気持ちよくダラダラと進みながらも生演奏盛りだくさんって最高の時間を楽しみますね。そうですね。前にも言ったことがありますけど、ライブでも何でもある程度のレベルまで行ったら、あとはもう演奏が楽しんでることがこちらも楽しめる一番の条件だと思うので、この番組ほど楽しい番組は絶対ないと思いますから。絶対ない、絶対ないね、ね、だからもう絶対とかね、だって学校の頃って九州で僕らの筑豊とかは先生方がもう生っちだからね、前も話したけど、校長先生に対し礼かなんか言ってさ、生徒がいやーかなんか、本当に絶対と言わない、絶対、絶対と絶対、はい、生徒全体、全体、生徒だからね、生徒全体に座れい、いやーだから、なんでやーかな、ビートルズが好きだった、いやいやいや、でもね、だから
からね、いまだに僕分かんないのよ。トムとゼリーとか言ってる。トムとゼリー。それ美味しそう。どっちがね、あのはっきりしてるか。本当？だからトムとゼリーやったかなとか思うわけ。トムがゼリー食べてる。かわいい。ベアレディシェットやろ。え？ゼットだよ。ゼット？あれ？どっちかなとか思う時あるんだよね。いまだに分かんないんだよね。本当に。スーパージェッタは。スーパーゼッターじゃないの。ジェッター。ジェッター。本当？本当。じゃあ逆だと思ったことを言った方がいいんじゃない？ね、トムとテムとゼリーやろ。ゼリーやゼリーやったっけ。本当に。それを直そうとしてんだよ俺心の中で。先に言っていいですか。そしたら、はい、楽しさの教授生いわばジョイフルシンクロニティを、今日も感じられるでしょうね。ほうほうほう。リクエストあります。カナオさん、ドリンキンダリンだけど何でも OK、誠さん、トシミさんは何でも OK、ですけどしつこくそれぞれにあの曲を期待しつつ、何なのあの曲って。あれだよ、きっと俺はね、あのニューヨーク、ああそかそか、なかなか私も何だろう、すいません、あれあった、骨まで、いや違う違う、骨までじゃなくて誰かあったね、アントニオの、あアントニオの日本語の歌で、うん、だから今度ね、大概の前戦後もないいつまでも私、じゃあ次回は ね、まあね、PS 新生活が始まり遅くても、毎朝5時半に起きる生活には未だに慣れていませんが、カナオさんのおらび声は朝から聞いてテンション上げております。5時半起きなんだ、早い、俺はもう4時には起きてるから、あらら早いね、早いよ、4時、鳥よりも早いからね。鳥が遅いなとか言う、俺言うもん。鳥が遅い。鳥まで噛みつく。そうだね。でも俺も今月からトムちゃんがほら、あの勤め始めたんで、だいたい6時ぐらいに起きてる。そんな早く行くの？へえ、そうかそうか。でもね、一般の方々っていうのは割と早いよ。朝は早い。あの6時半ぐらいには出るから。で、いやでも休みの時そういう人もいるよね、いるよね、遠くから、ね、大体さ6時半か7時には出てるでしょ、うちの父親も早かったな、さうちの父はね2時半に起きてたから、それはちょっと2時半にも8時に寝るんだけど、8時か9時に寝て2時半から仕事してんだから、偉いね、何時に寝てるのじゃ、9時とか、いやだから8時9時に寝て2時半だから店やってたから、店のほらあのポップとか、要するに値札書いたりとか、そんなことしかしないし、2時半に起きてする必要ないよね、あれ。してたのよ、2時半に。お父さんのお父さんは、そんな朝早く起きて何してた？会社員だったんですけど、だから誰よりも一番先に会社に行きたいってんで、7時には会社に着いてたらしいよ。みんなやっぱりそんな感じですよね。性格ね、性格だよね。でもね、早く起きた方が、いい場合があるよね、まあ、大体黙ってても俺早くもう老化らしいんだけど、早く目が覚めるのよね、遅く寝ても、だから昨日は遅かったんだけど、もう3時ぐらいまで起きてたんだけど、今日5時だから、1時間半、だから2時間しか寝てないみたいなことは考えない、これ。ああ、そうか、そうか。十分足りてる。足りてる感じがするんだね、なんかそれ、大体2時半ぐらいになったら眠くなるけどね。昼寝して、そういう人は時差がないかも。そうそう、どっか行ってもね。ロンドン行った時に、行った日にライブだったからね。そのまんまだから夕方迎えに来てもらって、あのそのまま夜もう日本ジャパニーズレストランで夢の木っていうね、トコさんの店でやらせてもらって、だから時差ボケとかなかったよ俺。なんもないと思う。時間の感覚がね。なんで時差ボケってどうすん、どこでボケるんだろうとか。どこでボケる。え、それでミキさん終わった？それ言わないと。あ、これね、できましたね。チラシがね、できました。これをね、あの、見せましょう。これは、チーム博多のタコさんにね、作っていただきました。ありがとうございます。6月22日の汐留ブルームードのね、あの、ポスター出来上がりましたけどもですね。よろしくお願いいたします。これ6月22日、汐留ブルームード、18時半開演、19時スタートということでね、前より4000円になっておりますが、これゲストというかですね、ジャズの、ベテラン大野恵里さん、フォーク歌姫吉田よし子さん、ロックンロール、石川ジェームス洋二さん、
これはね、あの素晴らしいメンツと、私たち、3人が、はい、入っております。ドラム、ドラムはね、ごぼう鈴木さん、ね、違うよ、違う、それはこの時は、この時は赤坂か、赤坂、5月15日と間違えました、ね、5月、うん、後でちょっとそれ宣伝しますけど、6月22日のドラムは、ソウルフラワーユニットで、ね、西野マンダムの伊藤国君ね、が、出演しますということで、楽しみです。ブルームードね、そう、ご予約はお早めにということで、お店の電話番号言っておきましょうか。どっか書いてありますか。03 はい、3249-6010、はい、3249-6010です。はい、はい、東京03-3249-6010ということでね、ブルームードまでですね、ご予約していただきたいと思います。これ築地の駅から最寄り駅です ね、近いですね、すぐ歩いてね、すぐ 1,2 分で来ちゃうね。これは料理がね、美味しいんだよね、あそこ。そうそうそう、結構ね、うん、手頃でね、イタリアン、うん、そうなんだね、美味しいですよ、なかなかね。お楽しみいただきたいと思います。かっこいいね、これ、あの、かっこいい高尾さんのね、ね、あの、ね、ポスターが仕上がりましたけどもですね、これちょっと、あの、営業でもずっと配って回りますから、はい、あの、北、北海道から九州までね、ずっとこれ配って歩く。北千住からじゃない、北千住から南千住まで。南千住から南千住まで。ということになりますが、じゃあミキさんの歌で終わりましたか。ドレンキンザライン聞いてみますか。ますか。あ、もう一曲聴いてみましょうよ、ペンギン。あ、そう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 、いいですか、ね、そうですね、はい、じゃあ、ヨーダワンという曲です。ヨーダワン、詩はね、うちの奥様。あらら、あ、マジで、トモちゃん、トモちゃん、トモちゃん、取りました。デビューしましたか。はい、いや、まあ、前もやってんですよ。あ、そうかそうか、うん、そうだったね、うん、そうかそう、ヨーダワン、じゃあ、ペンギン、ヨーダワン、1曲目です。
持ちがそこにはあるね。うまく言えないなら黙っていてもいいでしょう。誰が知らなくても君は知ってる。はい、ということでペンギンの You're the One、yeah. 素敵な曲じゃないですか。野外ライブとかにいいよ ね、 ね、うん、みんな楽しくなる感じ、ね、すごいいい感じだと思います、ね、すごい、うん、ともちゃんのね、うん、素晴らしい応援メッセージ、はい、うん、力強い高橋智子さん、ね、作詞ということでね、はい、誠さん励まされたでしょこれ。そうですね、ね、そう応援メッセージになる、うん、そうよ、くよくしちゃダメよって下向いてもくよくよね、うん、噛みついてばっかりじゃダメよって。うつむく日があっても前向いてるんでしょ、強い心持ってるんでしょっていうね。そうね、前向いていきましょうか、ね、ミキさんのじゃリクエストでお答えして今日最後になっちゃいますけどね、はい、なんか、うん、さっきのまこちゃんの CD 一番最後に流すのかなこれで終わるのもなんかしまいがないかもしれないけど、ね、いいか、やってみるか、はい、Drink in the rain、 いきますか、ボーン。
はい、ということで、ピシッと終わりましたね、素晴らしい。あ、今日おみくじ引こうと思って持ってきたんで、忘れてたね。おみくじコーナーってのがあったね。コーナーを作ってましたけど、コーナーがないからね、コーナーがないからね、おみくじでも引こうかっていうね。また今度時間がありましたらやりましょうかね、はい、ということで、あっという間の1時間でしたけどもですね、高橋真子さん、ね、どうもありがとうございました。ありがとうございました、今日はペンギンの素敵なね、そうですね、曲を、ありがとうございました。ありがとうございます。松下俊美さん、はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。キキさんもありがとうございました。ありがとうございました。ということでね、来週のゲスト、いよいよドーム4時、秀樹君ですね、連休の曖昧になりますね、連休になりますね、ね、5月5日、ネイティブ、ネイティブドーム4時来ますね、5月5日お楽しみいただきたいと思います。ということでまた来週お会いいたしましょう、お相手は金谷義郎と高橋誠と松下俊美。See you next time. 今はない人の心が好きさ、無口の山に見る季節は巡り色変える街、 A river side my hometown、 今また生まれ変わるさ、日はお祭りがある、懐かしき友がいる、忘れかけてた思いが体に染み渡る、熱き心が好きさ。